成功している人は物に意味付けをして自分の力にする方法を知っています。こんにちは、山田真希です。魅力を爆発させて働くためのイーローハーのラッキーアイテムを持つことについてお伝えします。一般的に言われているラッキーアイテムがあります。パワーストーンや四つ葉のクローバーとか馬や竜のアイテムを持つと、縁起がいいと言われています。私も持ったことはありますが、縁起がいいものなのにだんだん大事にしなくなりました。なんか自分にとってはピンとこないものだったんです。実際に本当にその効果があるとわからないと意味がないものなんだと思います。ラッキーアイテムはみんながいいと言ってるものではなく、自分が決めた方が良いのです。私のラッキーアイテムはたくさんあります。指輪、ピアス、手帳、バッグ、時計などたくさんあります。よく使うものはラッキーアイテムにしています。中でも24年間大事にしている時計があります。就職した時に父が買ってくれた時計です。私はその時計を使う日、この時計があれば絶対に事故に遭わないと決めました。それをラッキーアイテムとしてずっと身につけていました。先輩に怒られて涙が落ちそうな時もその時計を見て、父の穏やかな表情を思い出し、自分が愛されていることを感じました。そして事故に遭ったわけではないのだから、これで済んでよかった、やはりラッキーアイテムだと実感をしました。人から見たらただの時計でしょうけれども、私にとっては24年間ずっとラッキーアイテムです。どんなものをラッキーアイテムに任命するかポイントをお伝えします。ラッキーアイテムはいつでも思い出せるように長く身につけておくものや、家に置くものがおすすめです。物なので買ったりもらったりすると思いますけれども、まずはそれを下ろす日、使い始める日を選びます。ことを始めるのに良い日ってありますよね。大安とか、あとは新月、一粒万倍日、また誕生日や、イベントの日など、自分の心を入れ替えるようなタイミングがおすすめです。決めたらその使い始める日、そのものを見つめながら、私はこれからこうなる、これはそれを守るお守り、ラッキーアイテムだ、これがあればラッキーなことがどんどん起こるというふうに決めます。下ろす日は、そのいいことがあるようにできる限り自分もご機嫌で過ごしてください。一日が終わった時、その日に嬉しかったことを思い出します。きっとラッキーだなーと思うことがあるはずです。それが実感できればもうそれがラッキーアイテムになります。世間で言われているラッキーアイテムと自分が決めるラッキーアイテムの違いは愛着の深さです。お気に入りのものがラッキーアイテムになった方が気分が上がりやすいです。その分勇気も元気も生まれます。だから良いことをどんどん呼び込めるんです。もし嫌な思いをしても嬉しい気持ちやラッキーだと感じたことを思い出しやすいのも自分ならではのラッキーアイテムだからです。世間で言われているものではなく、自分だけのラッキーアイテムをぜひ見つけてください。